はい、こんにちは、なげチャンネルです。今回はですね、こちら、ホビーデザインの、トランスキットの、リバティウォークムルシエラフォ、こちらの制作の続きをやっていこうと思います。はい、で、まあ、前回の動画でボディに、デカールを貼りました。全部ね、こんな感じで貼りまして、もうとりあえずドアは外してあるんですけども、デカールを貼ったので、この上に、クリアを拭いていこうと思います。はい、というわけでね、早速やっていこうと思います。はい、でクリア拭きなんですけども、まあ、デカールを貼ってるんで、まあ、最終的にはつや消しで仕上げるんですけども、デカールを貼ってるので、そのデカールの段差っていうのがやっぱりどうしても気になってしまうので、まず一旦光沢クリアでコートして、デカールの段差を処理しようと思います。まあ、長研ぎするって感じですね、いつものように。中研ぎして、中研ぎが終わってから最後艶消しのクリアを拭くっていう感じでやっていこうと思っているので、まずは光沢のクリアを拭いていきます。で、まあ、今回デカールを貼ってるっていうのもあるので、ちょっと前の動画で、紹介した、ボーンペイントさんの、フィニッシュクリアっていう、この低侵食タイプのこのクリア、これがねすごく、可能性を発揮してくれたので、今回はこれを使って、コートしていこうと思います。あの低侵食って言って、下に対するアタック性を極限まで抑えたラッカークリアはラッカークリアなんですけど、中のクリアの成分も溶剤もその侵食性を抑えたクリアになっているので、デカールとかに対しても非常に優しいっていうのがあるので、まずデカールの上の一発目のクリアをこのフィニッシュクリアを使ってやっていこうと思います。ちょっとね、まだ発売前のものなので、まあ、サンプルを使ってという形にはなるんですけれども、これを使ってやっていきましょう。はい、というわけでマスクしてやっていきます。はい、いきます。で、まあ、これもね、基本的には最初砂拭きをしっかりやります。でね、デカールの上を中心に、軽く砂拭きしてあげます。たら、乾かしてる間に他のパーツもやっていきましょう。あ、ちょっと拭いた跡が残ってる、ちょっと嫌だな。ちょっとね、デカールの量、マークセットを洗い落とそうと思って、水洗いしたんですけど、その水の跡がちょっと残ってるな。これちょっとごめんなさい、後でもう一回洗い直して、もう一回拭き直します。なんで、こっちにも拭いちゃいましょう。ただ、置いていきます。はい、こんな感じ。こんな感じで、全体がしっとりウェットな感じになるように、まず拭いてあげます。で、デカールによっては、溶剤に対する耐性が弱いデカール
まあ、タミヤのデカール、タミヤの純正デカールとかそうですね、ああいうデカールだと、この時点でデカールに縮みが出たりとかすることがあるんですね。縮みが出たりとか、あとタミヤのシルバーのデカールとかだとクラックが入ったりっていうことがあるんですけど、このフィニッシュクリアはね、その辺がむちゃくちゃ、アタック性が低いので、デカールに優しいので、普通にそういうデカールだったとしても問題なくこれでいけると思います。なのでこれで一旦このまま乾かしていって、次の工程に行こうと思います。はい、そしたら、フィニッシュクリアが乾いたので、まだちょっとクリアの厚みが足りないので、もう一回クリアを拭いていこうと思います。で、次使うのは EX クリアを使ってやっていきます。ちなみに、今の状態を見てみると、まあ、ほとんどねデカールに縮みとかも出てないし、まあ、デカールがちょっと浮いてきちゃったりとかそういうのとかも一切ない感じで、光沢もそれなりに出てるっていう感じなんで、これはねかなり有効そうな雰囲気ですね。はい、そしたら、もう一発クリア見ていきます。はい、ここまで見ようかな。こんな感じでクリア拭いてあげたら、これでもう一回乾燥させてあげて、中研ぎをやっていこうと思います。はい、そしたらクリアが乾いてこんな感じになりました。やっぱりねちょっとデカールの段差っていうのはこうやって出ちゃうんですよね。で最終艶消しにするので、まあ、目立ちにくいっちゃ目立ちにくいんですけど、さすがにここまでの段差があると、艶消しの方ちょっと見えてしまうので、ここから軽くね、中研ぎをしようと思います。でまあ次が光沢だったら結構交番手でやらないと怖いんですけど、まあ、今回は、艶消し仕上げっていうことなんで、まあ、1500番ぐらいで、この表面の、デカールの段差ですね、デカールの上を中心に削っていくっていう感じで削っていきます。要はあのデカールのとこが一段高くなってるので、その一段高くなってるのを、削って少なくする、段差を少なくするっていう感じですね。周りまで削っちゃうとその段がねいつまでたっても差が縮まらなくなってしまうので、極力デカールの上だけ、まあだけにかけるっていうのは無理なんですけど、周りにもどうしてもかかっちゃうんですけど、デカールの上をメインでペーパーをかけるっていう感覚で、中研ぎしていきます。まあ艶消しの場合だとね正直まあ1000番ぐらいの傷であればほぼほぼ分かんなくなるんですよね、表面の状態としては。光沢の場合はもろに出てきてしまうんですけど、艶消しの場合は1000番ぐらいでももうほぼほぼ分かんないぐらいの表面にはなってくれるので、そこまでね神経質に並んでもいいのかなっていう気はします。まあ、ただまあ今回はねこれ依頼品っていうのもあるのでね、1000番ぐらいでいけるとは言いつつも、もうちょっと上の番手1500番でやっとこうかなと。これ自分のやつだともう1000番とか800番とか1000番とかでねささってやるだけで終わりにしちゃいますけど、一応ね依頼品なのでその辺はちゃんとやっていきます。ちゃんとというわけではないですけどね、一応そういう形でやっていきます。で
まあ、今回はやらないんですけど、そのこの実写はね、この日の丸の柄とかこんなんがあのかすれたみたいなデザインになってるんですよね。なんていうんだ汚しじゃないけど、ちょっとペイントがかすれたみたいな感じのデザインになってるんで、もしああいう感じにしたいんであればちょっと調整が難しいとは思うんですが、この時点で、このデカールが削れるとこまで削っちゃうっていう風にしてあげると、そういう雰囲気を再現できるんじゃないかなと思います。ちょっと僕もそういうのやったことないんでね、あくまで予想になるんですけど、そういう風にやってあげるといいんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで、まあ、完璧にまではね消せてないですけども、まあ、大体段差が消えたかなっていう感じで、あとねちょっとこういう、パーツの縁のところにクリアだまりとかができてたのもあるんで、その辺も軽く削ってこんな感じにしてあげたら、この上から艶消しを拭いていこうと思います。はい、そしたら最後、この上に艶消しのクリアを拭いていこうと思います。で、使うのはこれ、ガイアのセミグロスクリアプレミアム、フッ素入りの、半光沢クリアですね、こちらを使おうと思います。ちょ、まあ、半光沢って書いてあるんですけど、結構いい感じのすごいしっとりした艶消しになるので、僕は結構お気に入りなので、これを使ってやっていこうと思います。はい、というわけでやっていきましょう。まあね、これがもうほんといよいよ最後のクリアになるので、ホコリとかねしっかりと落としてあげたり、あと削りカスとかが残ってたらその辺の処理もきっちりしてあげてからいきます。まあ、こんな感じで、ハンコタクリアを拭いてあげます。で、結構、まあ、ガンプラモデラさんとかにも結構多いんですけど、艶消しだからって言ってふわーっとだけしか拭かないっていう人結構多いんですけど、それやっちゃうと艶消し具合がまばらになってしまうんですよね。で、こうパーツを組み合わせた時に艶消し具合がバラバラになったりっていうことがあるので、こうしっかりね、半光沢の塗料でもしっかりと全体に、普通の光沢クリアを塗るのと同じような感覚で、全体にしっかり塗ってあげるとスーッと乾いて、メーカーさんがもともと想定してる艶消し具合になるっていう感じで全てのパーツが整ってくれるので、基本艶消しの場合でもしっかりと拭いてあげるようにしてあげてください。はい、そしたらこれで乾かしていきます。はい、でフラットクリアが乾く、セミグロスクリアが乾くとこんな感じになります。こんな感じで、ね、こう全体の光沢は消えてるんですけど、ちょっとこう光るって感じになります。まあ、完全にザラザラのマットもありはありだとは思うんですけど、まあ、個人的にはこんぐらいの方がかっこいいかなと思います。こんな感じ
この色でこのツヤ感だと黒板みたいですけどねこんな感じになります。で、まあ、ドアの方もこんな感じで、まあ、ほぼほぼデカールの段差も、まあ、よく見たらまだ残ってますけど、デカールの段差もそれほど気にならないレベルまでは、整ったかなと思います。はい、こんな感じで一応ボディの方は終了になります。であとは、シャーシの方の組み立てと、あとボディはね、このリベット埋めてったりとか、あとガラスつけてたりとかいろいろあるんですけども、一旦ボディはちょっとこれでお休みにして、次は、シャーシ周りの制作の続きをやっていこうと思いますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。